はい、おはようございます。なぎのりかこです。今日はですね、ハンドケアをしていきたいと思います。もうね、私的にはね、あのコメントが来た瞬間に、あ、もうなんで私の心がこんなに読めちゃうんだろうっていうぐらい、今ね、まさにっていう感じでハンドケアにめちゃくちゃ力を入れてる時なんですよ。最近さ、あのエコバッグなったじゃないですか。スーパーのあの小さいビニール袋を開ける機会がすごい増えたんですよ。あれが全然開かないの。それだけさ、手が乾燥してるんだなっていうことにそこで気づきまして、ネイルをね、なかなか外で行けなかったりだとか、アルコール消毒とかが増えたりして手が荒れちゃうっていう人も増えてると思うので、乾燥対策も含めたネイルケアというかハンドケアを紹介していきたいと思います。じゃあまずこんな感じでちっちゃいボウルにぬるま湯を入れていただいて、こんな感じで手をつけていきます。で、今何やってるかっていうと、甘皮ってあるじゃないですか。ネイルのなんか周りにあるさ、白い半透明のよくわかんない皮、あれをちょっとふやかすためにこんな感じでお湯につけます。今すでにネイルをしてるっていう人はネイルを取ってから、マニキュアを取ってから始めた方がいいと思うので、ここにあるのに。ちなみに使ってるのはシャネルの除光液なんですけれども、香りがいいっていうのと、オーガニックとかではないと思うんですけど、爪がそんなに乾燥しにくくて、私は結構お気に入りで使ってます。なんかこれを使った後、まあ高いしとか思って、ドラッグストアでね、安いやつ買って、その後の爪のカピカピ度が全然違くて、やっぱなんかちょっと意味があるんだなと思ってね、買った。よくよく調べたりしてると、やっぱオーガニック系のものとかがすごいいいみたいで、こう爪が割れやすいとか、そういうの調べてみるといいかなっていう風に思います。はい、これはね、どこで買ったんだろう。 TATTATTっていうお店があるんですけど、結構いろんなところに全国にあるお店なんですけど、ネイリストさんが道具を買うお店なんですけど、一般の人でも入れるお店なんですよ。ものによってはネイリストさんのなんか免許証みたいなのを見せないと買えないものもあるんですけど、ネイルとか行く人はよく見るかもしれないんですけど、まあネイリストさんが実際に使っているこういう器具を購入することができるお店があるので、そこでこれは購入したものになります。こんな感じで先が丸くなって爪にフィットするようになってるので、形を残しつつあんまり負担をかけないようにコットンで巻きつけて、こんな感じで水で濡らします。ここの甘皮のところをめがけてツン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 、こんな感じ。さっきふやかしてるので簡単にツンツンできると思います。で、結構甘皮が激しくあるなっていう人とかは、これね、いつだったかにシャネルでね、もらったやつなんだけど、こういうネイル用のハサミとかで、例えば甘皮とか、笹むけみたいな風になっちゃってる人とかは、これでいうちっちゃいハサミで切ってあげてください。あ、もう何でもさ、今までさ、プロにお任せしてたことを、家で自分でやるっていう人も増えてると思うので、すっごい地味ないじゃない。特に見えないしさ、爪。だって見せるのもちょっと恥ずかしいじゃん、なんかこうドアップでなんか甘皮見せるのもさ。取るっていうかなんか押し込んでる感あるけど。はい、こんな感じで、まあ何も見えないと思うんですけど、甘皮を綺麗にしました。あれでさ、ちょっと右のね、ここの人差し指だけさ、爪もげちゃって、ここは短いんですけど、他のところを揃えていきたいと思います。基本的には私は爪切りを絶対使わないので、ヤスリで削っていくんですけど、ヤスリにも、なんていうのかな、粗目と、そんなでもない目。粗さに数字がついてるんですよ。でもこれ消えちゃって見えないんだけど、こっちの方が結構粗めのヤスリです。でこっちは結構多分普通にドラッグストアとかで売ってる通常のヤスリだと思います。こっちで研いでいくっていう風になると、結構その長さ調整をするにはめっちゃ時間かかるんですよ。私は基本こう粗めのを使ってやっていきます。これもそのネイルの専門のお店で買いました。親指とかはもう結構伸びてるんですけれども、ポイントとしてはこうさ、テレビとか見ながらガーってねやったりする人多いと思うんですけど、絶対同じ方向にしか動かさない。だから爪のなんかこの繊維みたいな流れがあるらしくて、こういう風にやるとそれがもうあーなわけですよ。こう一通方向で、なんかよくよく見るとネイリストさんも確かに、ああそうですよね、喋りながらずーっとこういう風にやってない、こうあれをね真似する感じでずーっとこう同じ方向にやっていきます。長さだけを整えたら細かいところをこっちでやっていくっていう感じですね。ちなみに今回はこれは防具っていう雑誌あるじゃないですか、世界の防具。
防具を発行してるコンデナストジャパンっていう会社があって、大学生の時にインターンをしてたところなんですけど、そのコンデナストが出してる記事で、手垂れの人、手だけのさ広告とかあるじゃないですか。そういうハンドモデルをしてる人たちがやっているケア方法みたいなのを記事にしているので、多分ねネイルケアとかハンドケア防具って調べたら出てくると思うんですけど、それをね私は参考にさせてもらってます。私はあんまりささくれとか気にならないんですけど、ささくれが結構気になる人とかは、このさ爪と肉の間になんかさあんじゃん、また別の世界が、そこにね塗る美容液みたいなのもあるらしくって、普段見かけないそういうグッズも紹介されてたので、他にも気になるところたくさんあるっていう方がいらっしゃったら見たらいいかなっていうふうに思います。最近の子なんかネイル短くない？若い子。やだー、何？流行り変わった？短くて濃い色とかをつける子が増えたなと思う。昔ってさ、私が小学生ぐらいの時めっちゃネイル大好きだったんですけど、とにかくスカルプとかでさめっちゃ長くして、どっちかっていうと綺麗色、コンサバ系の色つけたりするのが流行ってた気がする。リボンとか乗せたりとかさ、伸びた部分にピアスホールを開けて爪のピアスをつけるみたいなやつ、知ってる人いる？うん、憧れてた。はい、こんな感じで整えました。長さをこの OPI のネイルオイルを使っていきます。爪のこの甘皮部分、この根元の部分に塗ってマッサージします。あ、やったー。こう揉み込んでいく感じ。この根元のところになんかツボがあるんですよ。なんていうのか、横からも押し、上からも押しで抜くみたいな、意識してやってあげると一石二鳥。ネイルケアのお店よくあるのが、スクラブを使うっていうのがよくあると思うんですけれども、どんな手垂れの人の記事を調べてもスクラブはね絶対使いませんっていう人がね多かったですね。結局摩擦なので、一概にダメとは言えないですけど、私も知識ないから、手の専門のプロの人たちがやらないっていうのにも理由があると思うので、あんまり良くないのかもしれないですね。擦るっていうのがね。これはですね、酵素マスクになるんですけど、オーキッドのピックアップマスクになります。類角質を分解し穏やかに落とす酵素配合のパウダー状のパックです。ということで、こすったりすることなく、くすみをなくしてお肌のキメを整えるってものです。これはもちろん顔とかにも使えるものなんですけど、今回手に使っていきたいと思います。だいたいここ一杯ぐらい入れて、クリームを、内側に線があるんですけど、おい！口入った。もういいや。内側の線まで入れまーす。で、混ぜていくと。毎回毎回こうやって混ぜて自分で作ることで鮮度を保つらしい。香りはほぼ無臭なんですけど、どことなく化粧品っぽい花の香りがする。塗っていきまーす。パックなんで、もう軽く乗せていく感じでいいと思います。これビフォーアフターにするために右左でやった方がよかった。超今更なんだけど。まあいいや、めんどくさ。手のさ、日焼けすごい気になってて、色が全然違うんだけど、みたいな。なんか日焼け止め塗るときにさ、めっちゃ、え？みたいな。全部塗っちゃう。なんかすごい雷鳴り始めた。何？よくわかんない、やめて。酵素パックして、このまま10分ぐらい置きまーす。てい！はい、10分経ちました。そしたらお湯につけて、取っていきまーす。よし。拭くときも押す感じで。ゴシゴシしない感じで。はぁ、全然違う。え、自己満かな？自己満これ？自己満の世界？わぁ、本当に全然違う。なんかふっくらしてて、この辺にあったちっちゃいシワとか、細やかなムラ？めっちゃ白いし、なんかふわふわしてる質感も。さすがって感じ。手がね、すごいコットンみたいな、なんか。すごいね、いい感じに綺麗になりました。最後に今までやってきたこのパックを閉じ込めていくっていうのでクリームをつけていきたいんですけど、アトリックスのビューティーチャージナイトスペリア A ハンドクリームってやつです。どんな手垂れの方も基本このアトリックスって絶対使ってる。ナイトクリームはもちろんのこと、もうちょっとチューブ型の軽めのやつもあるんですけど、日中使ってるって人めちゃめちゃ多いです。なんか中にすごい粒みたいなのが入ってるんですけど、キャビアみたいな。黄金みたいな。こう馴染ませていく感じで上に塗っていくんですけれども、香りはね、なんだこれ。
洋梨みたいな香りがするかも。普段日に焼けないように手袋をしてるので、その手袋をしてるところらへんまではもう全部手だと思ってるから、この辺まで塗っちゃいます。基本はこれ寝る前にやった方がいいかなっていう。この後家事とかちょっとやりにくいからね、洗わないと。この時にちょっとツボを押してあげたりなんかするといいと思います。ここら辺とか目のツボ、この人差し指の骨があると思うんですけど、骨のここの付け根からここの間ぐらいのところにちょっと押すと痛気持ちいいみたいなところがあって、そこをこう押してあげたりすると、これなんかこう全体的ななんかストレス解消のツボなので、あとでなんか脳がスッキリしたりします。マキアージュのグロッシーネイルカラーのBE749。 私いつもアップコートとかベースコートとか塗りません。マキアージュに関してはそれでも結構何日か持つぐらいは持ちもいいです。一度塗りでこんな感じです。見えないぐらい結構クリアに近いベージュなんですけど、オレンジがかったピンクベージュみたいな感じかな。結構ね、ほんといろんな肌のテイストの人に合うと思うんですけど、ベストオブ爪を綺麗に見せてくれる。私このシャネルのこの色735番のピンクベージュなんですけど、結構これもよく使うんですが、自分のこういうお気に入りの色の上からマキアージュを塗ってあげるだけでもだいぶ綺麗感増します。ただちょっとコンサバ感は出るから、こうおしゃれに見せたいみたいな人にはあんま向かないかもしれないんですけど、人差し指はシャネルですね。マキアージュは特に本当におすすめです。このマキアージュを知ったのは高校生の時に、今これマキアージュ2度塗りなんですけど、その時になんか家庭教師の先生がめっちゃ綺麗な爪してて、で、その家庭教師の先生は、普通に大学生で、私の先生をしてくれてるということだったんですけど、めっちゃ綺麗って言ったら教えてくれた、これマキアージュのやつで、もうこれ超いいから、みたいな。もう学年中が使ってるって言ってた。その時多分バズったマニキュアだと思う、これ。そっからはもうずーっと使ってる。私はね、アマゾンでなけなしの在庫をつついてます。もうこんだけいろんなさ、マニキュア持ってんのにさ、もうこのマキアージュないとちょっと無理なんだよねっていう。例えばここのシャネルの上にこのマキアージュを重ねてあげたりすると、ピンクの上に、しかもこれ結構くすみピンクなので、シャネルが親指と比べるとちょっと透け感がなくなる感じ、透け感がなくなってちょっと大人っぽくなる感じになります。あとはこの間のスックとかかな、これスックのこれは128番、もう何にも見えない。ただちょっと白っぽくなって夏っぽい貝殻みたいな色になりますね。キャンメイクですね。キャンメイクのカラフルネイルズ。これ64番って色になります。キャンメイクはもうね、どうしちゃったのってぐらい安いから。この今薬指がキャンメイクです。白っぽい乳白色みたいな。綺麗さはまあまあなんだけど、発色が良くて白っぽさが出るので、今下に塗ってるものの色が結構目立っちゃって、上から何か塗るっていう時とかはこのキャンメイクすごいおすすめですね。これはもう私がいつも足に塗ってる色になるんですけど、ディオールのヴェルニの724番っていう色なんですけど、ディオールはもうとにかく持ちがいいのとムラになりにくい。色を気に入ったものがあったらもう絶対買うべきだと思う。だって一回塗りでこれだけの発色とこのムラのなさ、すごくない？基本的にネイルは私は値段出した方がいいっていう風に思うタイプです。プチプラからデパコスまでほんと様々なネイルを使ってきたんですけども、ネイルめっちゃ大好きなので、やっぱりなんか一回パッて塗るだけだとあんまり安くても高くても変わんないなっていうか、発色の部分では安い方のが結構発色したりするっていうものもあったりするんですけど、その後の持ちとかムラとかそういうことをね、総合的に考えるとプチプラで買ったものは1日2日でね落ちてきちゃうなっていうことがね多いんですよね。結構綺麗めの色で、どんな服にでも馴染む感じのもので使いたいっていう方とかはあんまり塗り替えたりもしないと思うし、その手間もちょっとめんどくさいと思うので、いいものをね、自分の気に入った色があればちょっといい色で合わせて使ってみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。こんな感じでネイル&ハンドケアみたいな、いかがでしたでしょうか。よく YouTube のコメントの方で質問をいただいたりするんですけれども、 YouTube の方はね通知来なかったりして、結構探したりすることができなかったりするので、基本的にはインスタやツイッターの方のコメント欄で質問はお願いします。というわけでですね、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。もうさ、手がさ、もうしっとりしすぎてどこにも置けないのよ。はい、というわけで最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。